はい、皆さん、再びこんにちは。もうこんばんはの時間ですかね。気もない、歯もない、金もない、川原浩二です。西村経済再生担当大臣様の記者会見っていうのをね、やってて、で、さっきの放送で僕、新規感染者816人って言ったん、これ、昨日のニュースで誤りでした。ここで訂正させて、お詫びさせていただきます。884人っていうのが正確なね、数字でしたね。新規感染者。はいはいはい。よいしょ。はい。これと、記者会見の部屋、カメラ引いた瞬間、僕びっくりしました。あれを密と言わずして、何を密と言うんでしょうか。ね。よくわかんないですね。本当に。で、マスクもね、もうつけたまま喋れて、はっきり言わせていただくとね、マスクもね、つけたまま、よいしょ、はい、嫌か？嫌な。で、諮問委員会、諮問委員会、なんでも諮問委員会ですね。自分で責任転できないんでしょうね、西村さん。いや、はい、嫌な、嫌な。ね、自分で、責任転換が、責任転換って自分で責任が持たれへんから、諮問委員会、諮問委員会ってもうテープレコーダーに録音したい。それを再生してるような感じですよね。本当に。で、諮問委員会先生に尾身会長をはじめ、諮問委員会専門の方に聞いて、諮問委員会にかけて、専門家ってほんまこれ責任転換と、で、諮問委員会っていつやるんやっちゅうてね、本当に。もう、いつやるんですかっていう話ですよ。諮問委員会。もう今からやりなさいって、ね。諮問委員会、できるだけ早くとか、のんきなこと言うてますわ、ほんま。ね。ちょっとこれ。もうくしゃみ、はい、くしゃみ出た。くしゃみしたかったんか。どうしようか。ね。皆さん、これ、一生懸命頑張ってこいつも生きてるんです。おばあちゃんなんですよ。3月が来たらね、もう丸15歳。もう認知症入ってね、くる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 回んの。これに、犬の認知症らしいですね。で、もう目も見えない。耳も聞こえない。ね。もう、よいしょ。自分が今、どういう状況になってるかっていうのが、わからない。誰かと一緒ですね。ね、菅さん、麻生さん、もし見てたら、あなたこれと一緒ですよ。目も見えない、耳も聞こえない、地方省に入ってくる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 回って、ね、はい、行っといで。はい。ということでね、なぜか私はこの尺に触るというか、こう、菅政権はじめね、麻生さん、西村さん、もう尺に触ってしゃあないですね。本当に。もう、政権交代あるのみですね。私はそういうふうに感じますよ。もう、菅さんの下では、もう何もかもが遅すぎる。884人、夕方の何時やったっけ、あれ、さっき放送したんが、1時間ぐらい前やと思うんですけどもね、
もうその段階で884人でしょ。これもう1時間経ったらもっと増えとるんですよ。結局もう検査が打ち切られてね、数字的には上がってこないかもわからないですけど、実数ってもっといてるはずなんですよね。さっきの放送でも言いましたけど、この884人の中に新一種のね、新型コロナウイルスにかかられてる方はもう命ひやひやもんですよ。菅さん、ほんまお願いしますね。西村経済再生担当大臣さんですか、長ったらしいね名前つけて、で責任転換して諮問委員会にかけて、命かかってまんねん、こっち命かかってるんですよ。あかんあかん、もっと楽しいチャンネルにするつもりで僕はね、この YouTube 始めさせていただいたのに、どうもこの鼻につく剣を上げてしまいますけども、一つそこはね、面白い見てはる視聴者さんも面白くないと思うんですけどもね、まあ、もっと面白い動画って作れないかなっていろいろ試行錯誤してるんですけどもね、やっぱり自分の意見は自分の意見でやっぱり配信したいっていうのがどっかにあって、打倒菅政権ですね、本当そう思いますよね。もう支持率見たらすぐに分かることであって、これ朝の放送は出言うたんかな、秋までやるみたいなね、あ、昼に会見、11時に会見があったから昼から1回目の放送で言うたやつかな、ね、衆議院も秋まで解散しないみたいなこと言うてるし、本人も総解散秋までまだ時間がありますしみたいな、いやいや、もう今日解散しなあれ、もう今週中にしなあれ、自分はそう思います。でそっか、党の党首の久保哲郎さん、この人総理に据えなはれ、栄養の中なりますよ。一気にデフレからインフレまで、もうね、30年近く続いてるデフレが一気にインフレ率 2% を突破してですね、インフレ率 4% ぐらいまでいくんちゃいます？そっか党首の久保哲郎さん、皆さんね、どうぞ、1万4000人の支持者のいてるんでね、ぜひ塾長、こんなしょうもない動画を見てられるんでしたら挙手お願いします。総理大臣に誰か押し上げてくれへんですかね。山本太郎さんとかね、こうガッとこう久保塾長を押し上げて総理にみたいな運動になったらね、ほんとどんどん講演会作ってねもう筆頭でやらせてもらいますよね。ということで、西成浩二がまた YouTube で喋りたい言うとったんでね、もう今はちょっと落ち着いてくれちゅうて西成浩二に言い聞かしてね、まあ機嫌よ部屋で鑑定メールおもろいわ言うてやってますわ、思いっきりこれストレス解散になるな言うて鑑定メール3本ぐらい送ってましたよ、ほんまにねえ、みんな鑑定メール送っていきましょう、すぐやめろ言うてね、
金出せ、非常事態宣言と金とセットでやん、早く出せちゅうてね、あい西成工事の真似しましょう。あいたまにはええことやりおりますな、ほんまね。私もびっくりしましたわ。こうやつるんやちゅうて、グーグルでね鑑定メールって言うたらトップページに出てくるからな。ほんでこう押して、そのトップページに出てきたところを押したら、もうそのままずっと下の段にスクロールしていったら、テーマとかご意見とかって出てくるやろっちゅうて、これを一回押して、ボタンを押して LINE と一緒やんって押してだったら、3本も5本も送ってますわ。これストレス発散なてえな、川原これええぞ言うてました。皆さんもね、一回ストレス発散で鑑定メール送ってみてください。あ、また10分超えてもだ。もう早いこと完結しようと思うんやけどね、もう YouTube 好きでね、もうどうしても喋りすぎてしまいます、ごめんなさい。ということで、鑑定メールのお願い動画です。一つ鑑定ね、愚痴りましょう、ストレス発散鑑定メール、これでいきましょう。あ、いうことでね、長々喋りましたけど、最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。